ヨーグルトしちゃう。外すわけないから。まあ、舐めんなってか。1日2リットルから3リットル。なんだろう。1日。腸まで届くビフィズスキンって書いてあるじゃん。あれが腸に届いてるから、うんこが毎日黄色い。うんこが毎日黄色い。うんこが毎日黄色い。まあ、バナナだけに、うんこも黄色い。手で持って。こうか。いただきます。はーい。え？何これ？なんか入ってる。つぶつぶしてるこれ。だから一番はもう絶対もう分かったんですね。これ一番は。はい、飲んだことないやつ、はい、2番いきます、はい、あーむずい。これコンビニじゃない、コンビニ系じゃない。これそうか。ん？オッケー、なかった。甘くないってことはコンビニのあの2リットルの系ではない、うん、いや3番目かな。3番目、ああもう絶対コンビニだこれ。うん、いつも飲んでるもんこれ、どこのセブンイレブンではないね、この甘さは。セブンイレブンはもっとヨーグルトっぽいねなこれ、あーサークル系はもっと甘いんだよ。わかりました。はい。はい。これセブンイレブンだな、多分。はい。これセブンイレブンだ。もっと甘い。もっと甘い、他のコンビニは。これセブンイレブンです、セブンイレブン。四つ目。あれ？いや、これはこれだ。わかった。わかった。よし、わかった。もうヤクルトの味するもん、これ。乳酸菌しか感じないもん、これ。今の？うん、余裕これ分かった。あと思うよ。これはもう高い味がした、今のは。これはもうあれだ、もうすごい高級な味がしたもん。これは一番最初に飲んだのが、7番の生きて腸まで届く飲むヨーグルトプレーンですね。飲むヨーグルトプレーンの10番、はい、10番ですね次は、はい。次が3問目で出たのが、セブンイレブンのヨーグルトなんで3番ですね。3番、はい。これから4番目が、4番目が、9番だから、ビフィズス菌カプセルヨーグルト9番です。はい。それからラストが、高千代牧場の飲むヨーグルトの11番なんで、ありがとうございます。最後だけ当てました。嘘！